彦さん、はあ、今思い出しただけでも腹立ってくる。あのハゲ野郎、あの企画家に資料持ち帰ってまでしてたのにね。それにさ、あいつずっとスマホいじってんの。俺が徹夜で作った企画書目も通さねえで。それはひどいね。竹下がさ、部長のお気に入りだった竜を取ったから、その嫌がらせで企画通さないんじゃないかって言っててさ。え、でも私会社辞めたの何年も前やし、部長のこと苦手やったよ。セクハラとか普通にしてくるし。そうだよな、はあ、ようやく仕事が軌道に乗ってきたとかって思ったのに。二人で頑張ろう。俺さ、あの部長の下についてったら出世できないんじゃないかって思えてきちゃったよ。そんなことないよ。頑張ってお金貯めて、子供作って、これからやることいっぱいだよ。そうだな、うじうじ言ってらんないな。うん、食べちゃう。うん、そうだ、来月でもさ旅行行こうよ。うん、行きたい。どこ行きたい？福島かな。お、いいじゃん、うん、結構いい旅館見つけてさ。そうなん、うん、広いんだよ。客室一つ一つに銭湯ついててさ、うん、いいな、最高だよ。うん、そういうとこ大好き。じゃあ来月決まったら予約しようかな。うん、うん、うまっ。遅いよ。いよいよ明日ね。本当にいいのか？大丈夫よ、何心配してんの。ただのセミヌード。だけど心配しないで、若くて綺麗なうちに有名なカメラマンさんに写真撮ってもらえるんやから。けどどうしたの？何か言われた？何も。私は有名なカメラマンさんに撮ってもらいたかったの。気にしないで。リオ、もう寝よ、明日朝早いんやし。来んだよ。前待たせんだよ。もう、あ、何やってんだお前。大谷さんお待ちだぞお前。部長、10時という約束じゃ。9時って言ったろ俺は。部長からは口頭で10時だと。私が間違いじゃないだろ。もう怒らせてどうすんだよ。すいません。いやいや、すいません。早く来いよお前。はい、早く来いよ。すいません。部長、よろしくね。大谷さん、申し訳ございません。すいません、お待たせして。いや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 、君たちさ、こんなに待たされるのは1年ぶりだよ。ああ、申し訳ございません、本当に。すいません。すぐに用意させて、始めさせてますんで。もうすぐやってくれ。そうしましょう。あら、奥の方に着替えとかあるから。早くして。申し訳ございません。時間がないんだよ、スタジオの。はい、はい、はい。たくの。着替えが多かった。本当に申し訳ございません、大谷さん。申し訳ございませんでした。多少の大事な時間を奪ってしまって。いやね、やっぱりほら、こっちもさ、時間に合わせてそのテンションっていうのを上げていかないといけないから。そうですね。その時間が過ぎちゃっていいの取れないんで。申し訳ございません。ね、分かるでしょ。申し訳ございません、ね、もう本当はもう重々承知しております。はい、このために時間作ってんだから。そうですよね。ね、はい、うん、すいません。撮影やめてね、今すぐ帰ってもいいんだよ。申し訳ございません、ね、本当にさ、モデルは一生懸命頑張りますんで。何と、あ、大変長らくお待たせいたしました。ファッション感じますでしょうか。いいね、なんかイメージ湧いてきたよ。ああ、ありがとうございます、うん、
そしたら向こうへ移動して下着から取ろうか。はい、うん、じゃあ頑張ってな。はい、では教授よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。うん、はあ、よかった。そベッドの方まで入ってって。そう、位置はね、真ん中。そう、そこかな。うん、そこら辺で、うん、位置決めるから。で、もうちょっとね、こっち、こう、違う、逆かな。そう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 。で、ローブ撮ってみて。ラブラブの写真なんか撮ったってしょうがないんだよ。うん、背徳感、孤独感を撮りたいんだ。阿部君、はい、脱げるの脱げないの。あ、私、もう脱いでます。じゃあ、おしゃってるやんか。いや、ですが。いいから。もう何しや、つけようとしてんの、しっかり持ってろ、お前。かけとけ。部長、やめてください。ね、ひよちゃん頑張るね。さっさとさっさとやってさ、いい写真撮って終わらせよう。ね、いや、ダメだ。そう、交渉を優位にするために私はまんまと罠にはまった。